潰瘍性大腸炎やクローン病など難治性疾患の慢性の原因というふうな診断をされてしまった方、中国医学でお答えします。今回は慢性の原因についてお話をさせていただきます。痛みを伴うこともあるし、外出がままならないこともあります。時には血が混じることもあるので体が心配なこともあります。でも一番心配なことっていうのは原因がわからないこと。ストレスだって言われてみたり、刺激性のあるものだって言われてみたり、本当の理由は何なのか、そこのことを中国医学で説明していきます。ストレスや過敏性腸症群って言われても困りますよね。クローン病や潰瘍性大腸炎っていう名前を付けられてももちろん困ります。中国医学では入れすぎ、漏れ出しっていう2つのパターンで考えます。1つ目の入れすぎタイプ。飲みすぎてしまっているために胃の出口で決壊するように水がドバーッと溢れてしまうタイプ。本来胃や腸で水分っていうのは吸収されるんですが、吸収しすぎてしまって胃がボテンとむくんでしまってます。そのためにもうこれ以上入らない、そして溢れてしまったものがこのタイプの下痢になります。この場合、舌診の下を見るとボテッとむくんで分厚い舌になっています。舌と内臓というのはリンクしてますが、この内臓がむくんでるって状態で舌も同じようにむくんでいます。そのために舌には水泡のような口内炎ができたり、胃の中ではポリープができたりもします。そして水分過多のために水が当然溢れてくる。溢れてくる時にはこれは下痢だけじゃないです。小便が多かったり汗が多かったり、時には鼻水として溢れて出てくることも多いです。こちらはクローン病っていう名前で呼ばれています。次に漏れ出したい。この時は内臓の気力低下によって水分が漏れ出す、にじみ出してしまうタイプがこのタイプです。そして水分がにじみ出ると内臓の気力も低下し漏れ出してしまいます。きゅうりの塩もみをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。きゅうりの塩もみしたらしなってなりますよね。あんな感じをイメージしてもらったら同じような感じの内臓になっています。そしてキュウリから水がにじみ出るときに栄養分が流れ出すように内臓の中からも血がにじみ出ることがあります。この時の疾患名を潰瘍と言います。この内臓を引き締める働きをしているのは実は脾臓という内臓なんです。でもこの脾臓というのは実は水が嫌いな内臓。また脾臓というのは思う考えるということと密接な関係がある内臓なので、考えるストレスが多いときにも脾臓が弱くなることがあります。その時に水がにじみ出ている症状で潰瘍もできていることがあるので潰瘍性大腸炎という名前になります。この場合舌をチェックしてみてください。内臓から水がにじみ出ている状態が舌にも同じように現れます。すると薄っぺらくなるような感じや気力が低下している感じになって歯型がポコポコとついているような現象が出るのがこの特徴です。そして不正出血や打った覚えがないようなあざができてたり、尿漏れなどが発生することもあります。さらに気力低下も生み出しやすいです。あとは骨からこの水分がにじみ出ることもあります。その時は骨の栄養分がにじみ出て何という病状になるかというと骨粗鬆症と言われます。ともに原因が分かれば対処の方法もあります。入れすぎタイプでは水分を過剰摂取をしないこと、そして運動などで体から水分を排出すること、こちらが重要となります。漏れ出しタイプの場合は体も少し弱くなっているので引き締めることが必要となります。体の中に残っている水分をまずは排出すること、そのためにそばを使う、ナスビを使う、さつまいも、こういった水を吸うような食べ物なんかも必要となります。時には
体の水分をさらさないすぎないために甘いものを食べたりとか糖質をとって少し体の中でゆっくりと流れるようにすることも必要だったりもします。このように難治性疾患と言われる慢性の下痢に対してもきちんと仕組みさえ分かれば怖くはないです。原因を考えて体質を整えていくこと、これを考えていきましょう。今回は慢性の下痢というところでお話をさせていただきました。中国医学の場合、そうですね、西洋医学と違って水分過多っていうところに対して少し目を向けることが多いかもしれないですね。どうしても西洋医学の場合は血液検査のデータを中心にものを見たり、画像データが中心だったり、特にむくみとか水分というところには何か評価があまりされにくいので、そこがどうしても後回しになりがちですね。で、中国医学の場合はそれが水実単陰という形で、もともと疾患の中でも大きく関与してくるところですので、それをよく見られています。だからまあその辺のところからちょっと皆さんにいろんな形で話を出せたらなと思っています。